こんにちは、タヤトマンです。本日紹介するフィギュアはこちら、2021年の1月発売ですね。メーカーはバンダイ、商品名がセイントセイヤ、セイントクロスマイス EX、 イテザ、サジタリアス、アイオロス、リバイバル版のフィギュアレビューでございます。定価はですね、1万円プラス消費税でございました。いやー、1万円ですよ。昔のセイントクロスマイスだったら2個買える金額ですよ。それが1個、はあ、高いな。やれやれですね。お金がいくらあっても足りませんね。3本連続のサジタリアス・アイオロスのフィギュアレビューもついに今回が最後でございます。実はですね、 EX のアイオロス今年の1月に買ったんですが、まだ開けてないんですよ。めちゃくちゃ楽しみですね。前回ね、これの DD パノラメーションのね、よちよち歩いてる沙織さんのフィギュアもレビューしましたけども、今回これがね、大きいのがついてるということで、もうすでにね、いろんな YouTuber さんがこのフィギュアをレビューしてるんで、僕もね、動画とかは見てるんですけど、僕自身が触るのは初めてなのでね、とても楽しみでございます。まずはね、箱を見ていきましょう。箱がね、真四角なんですよね。こんなってすごいですよね。正方形、立方体って言ったらいいんですかね。めっちゃ四角いんですよね。はい、まずは正面の方を見ていきましょう。ここに書いてますね、未来の少年たちへと託した希望。アイオロスめ、いちいちかっこいいじゃないか。はい、横はね、こんな風になってます。あー、オブジェ形態きた、かっこいいよ。何度見てもかっこいい。はい、で次はこっち側、おー、アトミックサンダーボルトですね。いやー、この辺ピカーとかなってますよ。かっけーな、畜生。で、裏は、あー、なるほどね、 EX はこの表情パーツですよ。これが最高。はい、ちょっとね、拡大して見ていきましょうかね。キャラクターイメージの再現を追求って書いてますね。僕ね、アイオロスの EX 版自体を持ってなかったんで、今年の1月にね、リバイバル版が発売された時、やったーって思いましたね。すぐ買いましたよ。あのね、もうちょっと我慢ができないんでね、もう開けたいと思います。すいません、箱とかもう見てる場合じゃないですね。それではですね、開封していきましょう。よいしょ、どうしようかな。あ、なるほどね、こういう風になってるね。ゴールドセイントの EX、 開けるの自体初めてなんですよ。緊張するな。お、じゃじゃーん、おー、クロスの箱、いや最高だね。これ本当にそれと同じなのか、ちょっと確認してみようかな。はい、これですね、何だったかな、ゲームのおまけだった気がするんですよ。メモリーカード、だからプレイステーションか、プレイステーション2か何かの時のおまけの箱だったんじゃないかな。これメモリーカードが入れられるんですよね、これね、こうなって、うん、これと同じかな、形どんなね、なんか大体同じに見えるね。おお、同じだね、すごいすごい。ほう、なるほどね、いいですね、よかったです。さあ、開けてみようか。これはもうカッターで開けるしかないな。ブリスターパックは3個に分かれていました。まずはね、フィギュアの素体が入っているものですね。そして胴体パーツとオブジェ形態の素体が入ってますね。で、さらには羽とマント、うーん、いいね、マント、マントだよ。どうするのかな、サジタリアスのマントってどうするの。羽つけた後マントつけれるんかな、そんなバカなね。うわ、手のパーツいっぱい入ってんね。ああ、顔パーツもいっぱい入ってんね。沙織さん、あこれね、沙織さんね、後で DD パノラメーションの沙織さんと大きさを比べてみましょう。はい、あとはね、マニュアルが入っていました。マニュアルを見ていきたいと思います。
はい、2枚ですね。 こんな感じで入ってました。これはねクロス分解装着図ですね。うん、ちょっとね厚紙なんですよ。うん、上等だな。噂によると EX のリバイバル版にのみ入ってるらしいですね、これね。本当かどうかわかんないですけどね、僕は前のやつを持ってないんで。これはファイルもできるみたいですね。多分ファイルも何かのおまけについてたんだろうな、持ってね。はい、こちらマニュアルでございます。サジタリアスアイオロスリバイバル版って書かれてますね。取扱説明書、さあ開いてみましょう。ドドーン、あはん、3枚開きか。こんな感じですね。そしてアイオロスに装着させる時のページ、弓矢はこうやって持たせてねっていうマニュアルが載ってますね。沙織さん、お好きなところにディスプレイしてくださいって書いてますね。裏はねオブジェ形態の組み立て方が載ってますね。はい、それではですね、ブリスターパックから中身を全部出して、まずはオブジェ形態を組み立てて、その後アイオロスにクロスを装着させていきたいと思います。はい、すべてのパーツをプラケースから出してみました。マントがね EX じゃない無印のやつはね布だったんですけど、布ではなくて個体になったってのはいいですね。だけど説明書にね書いてありました。本体背面にマントもしくは翼を取り付けることができますって書いてますね。両方同時にはできないということですね。まあしょうがないさ、そんなもんでしょう。いや今回のこの翼いいですね。アペンディックスの翼みたいですね。アペンディックスよりもいいのかな、まあ、こっちにつけるんだ。じゃあこうなるってこと。うわーすごっ、うわ派手だね。いいねこのド派手な羽、最高。はい、それではですね、このオブジェ形態の素体、これにねクロスを装着していって、オブジェ形態を完成させてみたいと思います。ようやくですね、オブジェ形態を組み上げることができました。初めて組み立てたので結構戸惑いましたけど、なんとか組み上げることができました。それではね、少し拡大して見ていきましょうか。 EX になって一番変わったなって思ったところがこの腰のパーツでしたね。稼働する範囲がめちゃくちゃ増えていたというか、すごい工夫がされてましたね。どういう風に工夫されてたのって言われたら説明がすごい難しいんですけどね。へえ、こんな風に作ったかみたいな感心しましたね。
はい、こちら後ろ姿なんですが、羽がやっぱりかっこいいですよね。それではね、通常版のクロスマイスにアペンディックスをつけた時のオブジェ形態、この EX 版と比べてみたいと思います。はい、こちらが EX 版サジタリアスのオブジェ形態、そしてこちらがですね、セイントクロスマイス通常版に無理やりアペンディックスの胴体パーツを移植したバージョンのオブジェ形態でございます。こっちも割と悪くないでしょ。ただね、弓矢の大きさがもう全然違いますね。こうやって比べると分かりますね。やっぱ弓矢がね、大きいと迫力がありますもんね。ただ個人的にはこちらの方が黄金が黄色っぽいのが強いんで、僕は個人的には色はこっちの方が好きですね。うん、全然悪くないですよ。こっちも色分けされてるこういうところも含めて、こっちはこっちで綺麗だと思いますけども、個人的にはね、金色といえばこの色っていう感じのイメージが僕の中では強いんでね、こっちはこっちで好きですね。アペンディクスも全然悪くないさ。はい、それではですね、こちらのオブジェ形態をバラしてですね、この素体ですね、アイオロスの素体にね、クロスを装着していきたいと思います。ちなみにこちらの EX のアイオロスの素体なんですが、通常版セイントクロスマイスの素体と比べますとこうですね、身長が全然違いますね。身長が少し高くなって頭身が上がってるんですよね。だからやっぱりこっち側でつける方がかっこいいんでしょうね。ただね、前にも言いましたけど、この脇、ここが僕気に入らないんですよね。クロスをつけてるときはね、気にならないですけど、素体だけで比べたらこっちの方がバランスはいいじゃないですか。はい、だからこっちも僕は好きだということですね。それではね、改めましてオブジェ形態をバラしてアイオロスに装着していきたいと思います。頭部の比較をやってみたいと思います。もともとアイオロスのセイントクロスマイスの顔はこれだったんですけども、アペンディックスになってからここまで変わったんですよね。めちゃくちゃかっこいいですね、こっちね。で、今回の EX の顔はどうなったかっていうと、こうなったんですよ。すいません、ぶっちゃけ言いましてですね、僕はアペンディックスの顔の方が好みですね。あのアイオロスってね、優しい人なんでね、瞳とかこんな感じになるのはもう全然いいんですよ。これはこれでいいんだけど、かっこよさで言ったら僕はこっちの方がかっこいいと思います。で、またですね、顔パーツがついてる、それをちょっと見ていきましょう。 EX 版のね、どんなのがついてるかというと、僕らから見て目線が右を向いているアイオロスの顔、そして口を開けて、まあ必殺技とかを叫んでるんでしょうね。アトミックサンダーボルトって言ってるような感じの、そして目をつぶってるというパーツがありますね。これ初登場ですよ。しかもまつげめっちゃ細かい、こういうところね、 EX いいですね。ただ個人的にはやっぱりアペンディックスの顔、こっちの方が好きですので、これはこれでね、大事に持っときたいと思います。はい、あんた話にならんね。いやー、同一人物とは思えない。前も言ったけどね、お話になりません。じゃ、はい、それではですね、このアイオロスにね、クロスを装着していきたいと思います。最初ですのでね、手は握り拳のパーツ、こちらをつけていきたいと思います。顔もね、そのまんまでいきます。はい、では装着していきましょう。握り拳のパーツですね、特徴的なのはこの手の甲のところ、ここが丸がついてるところですね。ここがサジタリアスのクロスですよっていう印になっていますね。この間の通常版のアイオロスの時に、手の甲のここの部分に丸があるのがサジタリアスのクロスという意味ですって自信満々に言ったのに、今回ないですね。何だったんでしょうね、あれは。ごめんなさい。
アイオロスのクロスの装着が完了しました。かっこいいね。何回言うんだろうね、この言葉。でもね、ただちょっと自立させにくかったですね。今なんとか自立しているっていう感じですね。ちょっと刺激を加えたらもうすぐ倒れちゃいますね。ですので、セイントクロスマイスの台座、こちらですね、こちらに立てて安定させたいと思います。はい、これでね、だいぶ安定したと思います。これでね、簡単には倒れなくなりましたよ。さあ、それではね、クロスをまとったアイオロスの表情とかね、拡大していきましょう。ぐはー、かっこいい。え、あれ、さっきと意見が変わるぞ。これはなんだって。ちょっと待って、ちょっと待って。やっぱアペンディックスのアイオロスもかっこいいですね。だけどこれはかっこいいな。あー、なるほどね。これは EX ファンが増えるはずですよ。はい、それではですね、ちょっと手のパーツを紹介したいと思います。手のパーツなんですが、今アイオロスがつけているこの握り拳の状態ですね。この握り拳の状態の他にはですね、このように手を結構開いているというものと、もう完全にパーの状態になってる。さっきのと比べてみましょうか。さっきのこんな感じですよ。さっきのこんな感じで完全にパーになっている状態ですね。そして弓を構えるためのパーツたちですね。右手と左手で違うやつですね。こちらに穴が開いてますので、ここに弓を刺すというものですね。はい、で最後ですね、これ片手だけしかないんです。右手だけしかないんですよ。握り拳のパーツに見えるんですけど、ここ穴が開いてるんですね。この部分に穴が開いてるのは説明書には載ってないんですけども、おそらくね、ライブラのゴールドセイントが持っている武器を持たすための手かもしれませんね。以上、手のパーツの紹介でした。それではですね、いよいよサジタリアスのポーズを撮らせてみたいと思います。ちょっとですね、このフィギュア自立がかなり厳しいので、この台座を使いたいと思います。こっちだとね、足の幅が合わないんですよ。はみ出てしまうんでね。本当はゴッドクロス用の台座なんですけど、もうしょうがない、これ使います。はい、台座にね、飾ってみました。アイオロスはね、かっこよく飾りたいからね、もうもったいないけど、この台座を使いたいと思います。めちゃくちゃかっこいいね。はぁ、最高でございますね。完璧なアイオロスですね。うわー、これよりかっこいいアイオロスって、まあしばらくできないでしょうね。漫画とかアニメから出てきたそのまんまって感じしますもんね。どうでしょうかね。足もピーンと開いてね、バッチリですね。まあ台座がないとこんな風には立たないんですけどね。はい、それではですね、アイオロス EX のリバイバル版でおまけでついてきた沙織さんのフィギュア、こちら見ていきましょう。じゃあね、大きさを確認するために、竹内力さん、こんな感じですよ。おお、なかなか大きいねという感じですね。はい、で前回の DD パノラメーションで出てきたハイハイの沙織さんがこちらでございます。ちっちゃ。こんな感じで並べてみようかな。まあどこで使うかもわからんっていうフィギュアなんですけどね。これはおくるみのやつをね、大きいやつ出してほしかったですよ。おくるみのこれね、これの大きいやつ出してほしかった、ね、なんでこれかな。今回ね、興奮して、あ、沙織さんのフィギュアが入ってるって言って、アイオロスの EX のリバイバル版は勢いで買ってしまったんですけど、よく考えてみたら、これどこで茶番で使うんかなって思ってしまってね。あ、結局おくるみ版がないとダメじゃないかってことで、こっちも探して買ったっていうやつなんですよ。あ、やれやれですよ。まあね、とりあえず大事に置いておきたいと思います。あとはですね、あまり比べる意味はないかもしれませんけど、 DT パノラメーションのサジタリアスと比べてみましょうかね。こんな感じですね。おお、これはこれでかっこいいよね。上等やっさ。いいね。いや、 DD パノラメーションもね、全然負けてないですよ。素晴らしい。それでは本日は2021年の1月発売、セイントセイヤ、セイントクロスマイス EX、 イテザ、サジタリアス、アイオロスリバイバル版のフィギュアレビューでございました。アイオロスをね、通常クロスマイス、 DD パノラメーション、そして今回の EX と3回に分けてレビューしましたが、全部かっこよかったですね。あ、この画像なんですけど、こっちは
あれですよ、 EX じゃないですからね。通常クロスマイスとアペンディックスを掛け合わせただけのやつですからね、こちらはね。次回のセイントセイヤのフィギュアレビューはカプリコーンのシュラのフィギュアをレビューしたいと思います。それでは本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。抱きしめた